ショコラジ、ショコラジ、ショコラジ、口上咲のショコラジ。皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの淵上咲です。日曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。いや今日も天高く晴れて、で朝は結構冷え込んだみたいですね。季節を感じるなっていうふうに思ったりもするんですけど、今週はですね、私も季節を感じる出来事がありまして、新そばを食べてきました。もうね、この時期の新のつくものに私うるさいですからというのも、夏頃から始まるんですよ、新のつくものって。新小麦がだいたい8月ぐらいから始まって、香り豊かなパンが作られ、でそこから秋の初め頃は新米ですよね、でその後に今の時期まさに新そばということで、10月下旬から11月中旬頃に食べられるようになるということで、まさに今ですよね、なんで街を歩くと本当に新そば出ましたっていう風にお蕎麦屋さんに貼ってあったりするんで、今だと思って、近くのお蕎麦屋さんに行ってきました。で盛りそば頼んで、最初はね何もつけずにチュッと一本だけいただいて、でその後塩をちょちょちょっとつけて大人そういただいて、でその後にズズズズッとそばつゆにつけていただいて、で最後にそば湯と一緒に飲んで、わー大人だな自分って思いながらここでやっぱね感じるんですよね、ああいい大人になったなと思ったりもするんですけど、でも美味しいなって思いながら、次の瞬間にスマホを取り出して新そば味違いで調べてる自分がいて、いや結局わからんのかいってあんま味わからんのかいって思った自分がいました。でもだからこそちょっと私はへえと思って知ったことがありまして、蕎麦って収穫時期が2回年にあるんですよね。これはご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、夏は6月から8月に収穫できます。で秋は、10月から11月、まさに今ですよね。で夏と秋2回取れるんですけど、新蕎麦って言われるのは秋だけなんですね。でなんでかっていうと、これが夏は暑い、そして秋は涼しくなってきてるから、涼しい方が香り豊かで美味しいそばが出来上がるんですって。でだから新そばは濃厚な風味で、夏そば、夏に採れるそばは淡い香りと清涼感が楽しめるということで、どっちも特徴があるんですけど、そうなんだ、全然知らなかった味の違いが食べてるだけじゃわからんかったから、調べて知ってよかったなっていう風に思いました。いずれはね、おそば食べてしただけでこういうことを感じ取れるそんな大人になりたいなっていうふうに思った、今週でした、さあこの番組ショコラジは広島のタウン情報誌ウィンクとのコラボレーションでお送りしています。今日の相手はウィンク広島編集長、通販こと椿みのりさんです。よろしくお願いします。椿さんも新そば食べたんですよね、あそうですね、お昼にね、よく行くお蕎麦屋さんで、今は新そばだから冷たい方が美味しいんですよみたいなこと言われて、ちょっとこう肌寒く なってくる頃だけど、でもだったらやっぱり冷たいんだよねって言って盛りそば食べました。そうですよね、やっぱなん香り高いなって思いましたか。美味しい絶対に食べ比べたら多分違うはずなんですけどね。比べたらね、一年中そば食べるわけじゃないんで、そうこれは夏のより美味しいとか夏より香りが濃いなとかいうのはね、あんまり分かんなかったりしますけど、美味しいですよね、美味しい、この時期ね食べたくなりますよね、美味しかった、他にちょっとじゃあこの季節、もうどうです、冬って感じ今。そうもうね、11月21、22ぐらいからガクンって寒くなったじゃないですか。ですよね。なんかそっから冬か急げみたいな感じで、はい、なんか準備したり、コート出したり、そう細かいところでヒートテック出したりニット着たりそうですよね、すごいそんな感じだったかも。そう、私ももう街中歩いてても、本当にクリスマスの装飾だらけなんで、冬だなっていう感じがしてるんですけど、おせちとかもね、あそうおせちね、私だからちょうど先週、買いに行ったんですよ、予約。今まで買ったことなくて、なんか作ってるって感じだったんですけど、今年旅行も行か
我慢しようってなって、うんうん、じゃあちょっとなんか美味しいおせち買おうかって言って調べまくったんですけど、はい、すごいありすぎて、あ、やっぱそうなんですね。まあ、そういう広島のね町の飲食店のものから、うんうん、まあ、いろんなところで売ってるじゃないですか。ネットもあるし、売ってます、すごいですよね。そう散々悩んで結局最終的にはここかって言ってデパート行きました間違いない。デパートはねいっぱい種類ありますから。もちろん広島のねいろんなお店のも出てるんだなっていうのもあったし、まあ、もちろん京都とかね、はいはいはい、老舗の名料亭みたいなところから、そっか、まあ、広く今あるんだなと思って。うん、今年はあれですね、うん、なんか帰省もできそうな気配もあるので。そうですよね、うん、久しぶりに、ね、うん、孫がとか、うんうんうん、子供が帰ってくるからって言って、うん、おせち頼むご家庭も多いかもしれませんね。すごかったです。皆さんも早いところ準備してるんだなと思って、うんうん、あと何個しかないですよとか、これは売り切れですよとか結構あって、いや、お正月でそうだったらもうクリスマスの準備し始めるってちょっと遅いかもしれないですね。そうかもしれない。ケーキとかもね、ケーキとかも売り切れとか続出してるんですよね。あるかもしれないですよね。あとこの時期で言うとクリスマスコフレって言って、うん、女性の方はね、うん、ご存知の方多いかもしれませんが、うん、クリスマス限定のコスメセットがあるんですよね、うん、お得なんですよね。めちゃめちゃね、各化粧品メーカーがそれぞれそのセットみたいなのを売り出して、うん、でそれも予約販売されるんですけど、はいはいはい、いろんな工夫がされてて、うん、コスメセットだけのものもあれば、うんうん、そこに可愛いポーチがついてたり、ね、ポーチね、そう、あとなんか、うん、大きい段ボール箱みたいなのに、うんうんうん、数字が12月の1から25日まで数字が打ってあって、うん、で全1日1個その段ボールをペコって開けていくんですよ、うん、そしたらそこにコスメが1個入ってる。全部で25個その段ボールの中に、だから1日いっぺんに我慢して1個ずつ毎日開けていくってこと、はい、っていうクリスマスコフレもあって、そう、コフレっていうのはフランス語でなんか宝箱みたいな、小物入れみたいな意味らしいんですけど、それももう結構今からだと遅いかもしれないですね、予約は。ね、大人気ですよね、いつもね。大人気ですよ。だから、ぜひ男性の方に知ってほしいのは、うん、女性の方にこのクリスマスコフレっていうのをプレゼントすると結構喜ばれるんじゃないかなって思うんですよ。いや、それは、ね、誰、喜ばない人いないですよね、多分ね。いや、絶対嬉しいですよね。うん、ワクワクするし、うん。意外と知らない方多いじゃないですか。そっか、男性は知らないのか。方もね、うんうん、いらっしゃるかもしれないから。そうですよね、そうかもしれない。そう、だからちょっと、うん、ぜひ、ちょっとこのクリスマスコフレは、プレゼントとしておすすめです。うんうんっていうのをこの場で、はい、お伝えしました、はい、さあということでですね、はい、今日は、うん、番組テーマが、はい、冬の準備です。はい、もう冬かって思う方もいれば、うん、もう準備万端よっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。年賀状も始まってますし、はい、ね、本当ですね、はい、ということで、はい、今日はですね、皆さんが始めた冬の準備でもいいですし、うんうん、冬を感じた出来事とかでもいいですので、うん、ぜひ教えてください。はい、うん、うん、ほい、あ、なるほど、ほう、縦脇さん情報によりますと、はい、ショコラジのインスタグラムにも、うん、私たちの公式インスタグラムですね、はい、にも私たちの、写真が上がってるんですけど、はい、そこのハッシュタグも秋だったのが冬に変わったということで、今日からしかも、はい、縦脇さんの中でももう冬です。そうですね、今日からね、今日から、ね、先週は違ったけど今週は、ま、そっかそっか、でもガクンって寒くなったんだよね。そうですね、ということで、はい、冬の準備でお待ちしています、はい、そして、このあと1時20分頃からは欲張りヘルシープロジェクトのコーナーです。先月からリニューアルをしています、うん、先生が作る欲張りヘルシープロジェクトの動画を見て、私淵上が気になった箇所を電話で先生に聞いて教えてもらいます、うん、今日はフードコーディネーター佐藤由紀先生のスンドゥブ海鮮チヂミのレシピについて教えてもらいます。さらに2時台にはショコラジルーレットの旅、今日のエリアは大崎上島町です。リスナーの皆さん、大崎上島町のおすすめスポットや情報もお待ちしています。では宛先です。メールはラジオアットマーク RCC.net、 小文字で RADIO@RCC.net、 ファックスは082-221-3300、 082-221-3300 です。ツイッターはハッシュタグショコラジ、カタカナでショコラジをつけてツイートしてください。さあ、時刻は1時14分になりました。皆さん、お昼ご飯食べましたでしょうか。この時間は今からでも行けるおすすめメニューショップ情報をご紹介します。
はい、今日はどんなお店でしょうか。はい、今日ですね、中区三河町に9月にオープンした、うん、はい、ビストロなんですけど、店名がビストロルエルさんという、はい、あのお店になってまして、はい、これあの店名ルエルっていうのがフランス語で路地裏っていう意味なんですけど、ちょっと、はい、あの中央通りからちょっと入った本当路地に、あ、路地裏ですね、にオープンしているお店で、はい、ここが魅力が昼飲みが楽しめるんですね。いいじゃないですか。そう、ね、まさに今からでも行けるってことですか。そうそうそう、行けます行けます。で、平日は4時からなんですけど、うん、土日祝は14時2時ですね。あ、なるほど、もうすぐ。じゃあ今から準備して家で、うん、そう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 、行けばちょうどいいぐらいかもしれないですね。はい、飲めるという昼飲みをすごい推奨してくれてるお店なんですけど、あとね、価格がすごい手頃で、はい、あのグラスは今450円からですし、はい、お料理も500円前後なんですよ。結構。そうなんですか。そう、なんか写真に載ってるこのお料理見ると、うんうん、はいはいはい、ちょっと高そうな感じのおしゃれな、ね、ね、そう、和牛、牛肩ロースステーキなんですけど、これは1000円なんです。え、これで1000円ですか。そう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 、結構立派にたくさんお肉載ってますよ。載ってますよね。ボリュームもね、うん、しっかりあるし、ね、ミディアムレアな感じで中がちょっと赤くて、そうなんですよ、美味しそうじゃないですか。そう、サラダとかはね、シーフードとハーブのレモン風サラダは400円です。これもう一個の、そう、結構ボリュームありますよね。そうそうそう、大きいですよね。結構ね、大きいし、いろんななんか野菜入ってて、シーフードもね、そう入ってて、パテとかも500円とかでだったりしますし、本当にお手頃なメニューが。そうですね、そう、ついついいっぱい頼んじゃいそうです。そう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 、昼からね、ずっと夜まで楽しめますよね。そう、でもなんかやっぱり、うん、あの写真にも載ってるメニューが昼って感じじゃなくて、うん、はいはい、夜、そうかもしれないですね、のちょっとつまみたい時のおしゃれな感じのおつまみだって、うんうん、おつまみ、うん、メニューが、なんで昼からも本当に飲み気分が楽しめそうですね。そう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 、がっつりとね、楽しめると思います。お酒の種類とかも結構あるんですか。そう、結構多くて、あのちょっと面白いのがカルダモンのスパイス焼酎とか。何それ。そう、なんかね、カルダモン、そう、ハーブ使った焼酎とか、まあ、もちろんビールとかも。めちゃくちゃ体温まりそうですね。そう、これ生ビールハートランドとかだったしね。へえ、まあ、ビアカクテルもあったり、スパークリングワイン、うん、もちろんワインもあるし、サワーとか。あら、いいですね、はい、これ昼から飲みたい方には、うんうんうん、もうぴったりじゃないですか。ぴったりです ね、 ね、そう、今からでもいけるっていうね。そうですね、うん、はい、2時から今日はやっているということです。そうですね、平日は、はい、4時からですね。そうですね、はい、今から準備して、はい、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。フレスタプレゼンツ、欲張りヘルシープロジェクト。このコーナーはフレスタの提供でお送りします。さあ、お家で簡単に作れて家族みんなが満足できるヘルシーメニューをラジオと YouTube 動画で紹介しようというこのコーナー、先月からリニューアルをしました、うん、はい、どういうことかというと、先生が作る欲張りヘルシープロジェクトの動画を見て、私淵上が気になった箇所を電話で先生に聞いて教えてもらいます。で、今日のレシピ動画なんですが、はい、来週中に YouTube のフレスタ公式チャンネルにアップロードされますのでお楽しみに。今日はですね、フードコーディネーター佐藤由紀先生のスンドゥブ海鮮チヂミのレシピを教えてもらうんですが、はい、椿さん、これ、うん、スンドゥブ海鮮チヂミって聞いてイメージ湧きますか。うん、いや、なんか2つ、うん、スンドゥブがなんかやっぱこうスンドゥブチゲとか、 なんか鍋とかに、鍋のイメージありますよね。そうそう、イメージ韓国料理だとあるし、うん、まあ、チヂミはチヂミなんで海鮮チヂミ、はい、どういうことってさ、そうですよね、どんなのって思っちゃう。これね、私も作ってみたんですけど、まさにチヂミなんですよ、はいはい、見た目は。なるほど。でもスンドゥブって言われる理由があるみたいで、それも先生に聞いてみたいんですけど、はい、なるほど、はい、まずちょっと材料から言っていきますね、うん、はい、すぐ作りたい方ちょっと早いですけどメモしてください、はいはい、絹豆腐で、薄力粉、片栗粉、卵、水、醤油、砂糖、塩、ごま油で、具材はニラ、イカ、エビ、タコ、カキを入れます。さらに仕上げに糸唐辛子を使って、漬けダレとしてポン酢醤油と韓国の粉唐辛子を
使うということになっています。はい。さあ、ということで、事前に動画をちょっとね、YouTube アップする前なんですが、私見せてもらって、作りました。めっちゃ匂いしてますよね、さっきからね。さっきチンしてもらったんですけど。いい匂いしてる。こちらです。じゃーん。お、ああ、ほんと普通に縮みだ。そうなんですよ。うんうん、でもよく見ると、めちゃくちゃ海鮮ゴロゴロ入ってるんですよ、これ。ほら。本当だ。タコとかエビとか。本当だ。だってそうじゃん。イカ、タコ、エビ、カキですもんね。そう。なんか焼いてる時も、縮み焼くっていうより、海鮮を焼いてるみたいな感じぐらい。なるほど、なるほど。すごいゴロゴロしてるんですよ。うんうんうん、ということで、はい、このですね、スンドゥブ海鮮縮みを考案した、フードコーディネーター、はい、佐藤由紀先生にお話を伺っていきます。佐藤先生、こんにちは。こんにちは。お元気ですか？元気です。よろしくお願いします。お願いします。もう佐藤先生は、すごく包容力があって、いい意味で、お母さん的存在。まだお若いんですよ。そうね。よろしくお願いします。お願いします。はい。まず、このスンドゥブ海鮮チヂミ、今日教えていただくこのレシピなんですけど、はい、名前を聞くと頭には、まあ、スンドゥブとチヂミと2品思い浮かぶんですけど、これはどういうことなんですか？それがですね、スンドゥブって具材の名前でお豆腐のことらしいんですよ、らしいんですよ。そうなんですか？ちょっと韓国人じゃないのでわかんないんですけど。韓国ではスンドゥブっていうのは鍋とかそういう汁物のことじゃなくってお豆腐のことなんですね。なんかチゲがお鍋っていう意味みたいです。なるほど。そっか。そういうことか。あ、だから、スンドゥブ海鮮チヂミっていうのは、この豆腐が入ったチヂミってことなんですね。そうなんですよ。おー、そういうことなんだ。これなんで海鮮チヂミに、このスンドゥブ、豆腐を合わせようと思ったんですか？いや、なんか韓国料理どうですかみたいな話をいただいて、で、こう歩きながら、いろいろ、韓国料理をいろいろ思い浮かべながら考えてて、はい。で、スンドゥブチゲも好きだし、チヂミも好きだし、合わせたらどうなるのかなと思いながら、よくよく調べてみたら、スンドゥブってただの豆腐っていう意味で。先生もそこからだったの。じゃあもう、はい、もうお豆腐入れちゃえば、なんか他の具材の中に、お豆腐のトゥルンってした感覚がないから、ちょっと食感として楽しいんじゃないかなと思って、入れてみました。なるほど。しかも私作ってて思ったのが、傘も増えてすごく嬉しいです。傘が。あ、どうなの？傘増し。はい、量が増えて。傘増しって。傘増しって言い方あれですね。そう、量が増えてすごい嬉しいなって思いました。これ、今回の栄養ポイントってどんなところにありますか？栄養は、海鮮を結構、さっきおっしゃってくださったみたいに、はい、ゴロゴロたくさん入れてるんで、うん、今日入ってる海鮮の中にタウリンっていう栄養素が結構入ってて、このタウリンが栄養ドリンクとかには必ず入ってるような栄養素で、肝臓の働きをサポートしてくれるんですね。へー、だからこれからちょっと控え続きがあったりするかもしれない時に、こうお昼ご飯とか飲み会じゃない日にこれを食べておくと、割とこう、肝臓が元気にくれるかなっていうメリットがあります。そうなんだ。うん、そうか、こんだけ海鮮をたっぷり食べることってなかなかないですもんね。うん、ないない、うん。一気に。うん、そうですよね。うん、あと、ニラにアリシンっていう栄養素がたくさん入ってて、はい。それが強い抗酸化作用があって、はい。免疫力を上げてくれるので、風邪がひきにくくなったり、へえ、ね、体温まるし、そのサポートしてくれるってことなんですね。はい。わかりました。じゃあちょっとここからは、作り方を説明しながら気になるポイントを一つずつ聞いていきたいと思うんですが、はい。では、説明していきます。まず一つ目、ふるった薄力粉と、片栗粉をよく混ぜ合わせ、水と溶いた卵、醤油、砂糖、塩を加えてよく混ぜ合わせます。で、これで生地みたいなのが出来上がるんですね。そうですね。はい。はい。先生、ここで質問なんですけど。はい。これ、ふるった薄力粉と片栗粉をよく混ぜるって書いてあるんですけど。はい。これなんでふるった方がいいんですか？そのままドバッと入れちゃダメなのかなって思って。薄力粉ってダマになりやすいんですよ。はぁ。で、ダマになってしまうと。はい。こう、火の通りが均一じゃなくなるので、へー。はい。粒子を揃えるっていうか。なるほど。
あと最近あの、ふるわないでいいサラサラの薄力粉も売ってるんで、そういうの使うと時短になったり。それにしよう、今度から。そうそう、それでいいと思う。そうですね。いや、今回ふるったんですけど、いや、確かにサラサラにはなって、すごい溶けたんですよ。うん、ただやっぱり一手間だなと思って、私は一人暮らしで。楽な方が、ね、時間短縮の方。そりゃそうだ。そっか、そんなのもあるんだ。選ぼう。うん、そっちを選びます。はい、そして、工程2。具材の、切り方ですね。ニラは、3センチから4センチの長さに切って、牡蠣は塩で洗います。これは臭みを取るためですね。で、はい、その他、魚介類は、食べやすい大きさに切ってくださいということですね。はい、そして工程3。先ほど作った生地に、先ほど切ったニラとか魚介類を加えて、ゴムベラでよく混ぜ合わせます。そして、絹ごし豆腐がここで登場。これを16等分にカットし、最後に加えてざっくりと混ぜ合わせます。という感じで、うん、これ動画見ても、なんか豆腐は潰さず形を残したまま焼きますよね、これ。はい。これはどうしてなんですか？なんかこう、具の一つで、つるんとした食感にしたいのと、はい。うん、潰すとほらこれ絹豆腐だから水分が多くって、うん、もう元の生地の量からなんか全部おかしくなってくるんですよ。あ、なるほど。ドロドロになっちゃうってことですか？ドロドロのなっちゃって液体になっちゃうからなるほど、それはダメだ。なんかこうまとまった状態で優しく扱ってください。なるほど、食感残すためとちゃんと生地の硬さとか、うん、しっかりした感じを残すためってことですね。はい、わかりました。そして焼いていきます。4、熱したホットプレートにごま油を引いて、生地を好みの大きさに広げて蓋をして焼きます。はい、これあの縦ワッキーさんからの質問で蓋をした方がいいっていうのはなんかしない方がやっぱり洗い物が増えなくていいんじゃないかっていう意見もあったんですけど、蓋をする理由っていうのもあるんですか？そうなんです、その方が火の入り方が早いんですよね。なんかこう、そっかそっか、こう空間全体が熱くなるから、そっかそっか、蓋をしなかったら下が熱いだけなんで、はい、はい、あ、なるほど、全体的に火が通るようにってことですね。そうですね、あの省エネって言うんですか、あの加熱時間が短かったら。そっか、なるほど、大切、はい、そして工程5、はい、いい色になったら裏返して合計20分程度焼きますということなんですが、これ私ちょっと苦労したのが、やっぱりひっくり返し方がちょっと難しくって、はい、これひっくり返す時のポイントとかってありますか？それは、思い切りよく。あ、思い切りよく。ビビってたら必ず失敗する。なるほど。なるほど。わかりました。これなんか動画の中では、はい。なんか内側にひっくり返した方がいいみたいなことを言ってましたよね。あ、そうそう、人間の手のね、つき方として、こう、手前に返す方がよく戻ってくるんですね。向こうに持っていくよりも。うん、だから自分の方に返す。うん、なるほど。まあ、そうした時、そうした方が、まあ、失敗した時も人に迷惑かけないじゃないですか。自分にかかるし、確かに。はい。わかりました。あ、じゃあ、外側にひっくり返すよりも、内側にくるっとひっくり返すのがポイントってことですね。はい、うん、だから、お好み焼き屋さんもみんな自分の方に返ってると思うんですけど。確かに。あ、うん、確かに。それは、そういうことなんだ。うんうん、あ、へえ、わかりました、うん。ありがとうございます。はい。そして、工程6。タレですね。ポン酢醤油にごま油を加え、好みで韓国粉唐辛子を加えます。7、焼き上がったら16等分程度にカットしてお皿に盛り、上に糸唐辛子を乗せて完成です。はい。ということなんですが、先生、私これ作ってみたんですけど、実際に家で。はい。ひっくり返すところはちょっと、下手すぎて苦労したんですけど、それ以外のところ、本当に混ぜるだけで簡単でした。ひっくり返すのは、はい、怖かったらちっちゃく作ればいいと思います。あ、そっか、そうそうそう、大きいとね。そしたらホットケーキ返すみたいにピロンっていけるから。私フライパンいっぱいに広げたんですよ。だからひっくり返す隙間もなくって。あ、そっかそっか、そうそう、だからその丸作ったらその丸をひっくり返してその形通りにスポットはめないといけないじゃないですか。それって結構慣れないと怖いないです。だからね、何回か失敗しました。ちょっとね、ないから、ね、そう。で、2回目ぐらいにようやく、あ、そっか、そう、ちっちゃくすればいいのかって学んで、作りました。ね、はい。ということなんですが、スタジオにはですね、私が作った、スンドゥブ海鮮チヂミがありますので、では、はい、椿さんと私で、ちょっと試食をしますね。はい。はい、よいしょ。よし。めっちゃいい匂いがしとる。あ、そうですね。うん、なんか、作ってるとね、お好み焼きみたいな香りがしたんですよ。いただきます。いただきます。
いや、これ、あ、ここ牡蠣が入ってる。あ、いいの引きましたね。いただきます。ポン酢に粉唐辛子っていうのもなかなかまた、うん、あ、お豆腐、あ、お豆腐だ。あ、本当ですか。いただきます。うんうんうん、美味しい。うん、ふん、え、美味しいですか。めちゃくちゃ美味しい。うん、すごく。だって前回ちょっと大変だったじゃないですか、淵上さん。あ、そうですよね。あのイクラを炊き込むっていう、鮭とイクラの炊き込むは地獄のものができたんですけど、今回すごく美味しくできました。よかったです。うん、やっぱ作り方見て作ったらちゃんとできます、私だって、うん、あ、なんかすごいお好み焼きみたいな風味がして、うん、でも食べると食べるところがなんか海鮮の風味が、うん、海鮮が入ってるんでゴロゴロ。あと豆腐のところすごい本当トゥルンっていう食感がいいかもしれない、うん、すごくめちゃくちゃ美味しい、うん、これ食べるところによってその海鮮いろいろ入ってるから、タコとか、うん、違う違う、牡蠣とかなんか風味が違って美味しい。美味しい。あとこれ飽きないですよね、食べてて。飽きないです、うん、ポン酢に粉唐辛子入ってるじゃないですか、はい、これがちょっとなんかスンドゥブチゲっぽくないですか。あー、ぽいぽい。辛味がプラスされる、うん、チゲ、あーね、鍋とかね。そう、鍋の方、うん、やっと韓国っぽさ出てきたみたいな。でもニラもあるしね。うん。もうこのいいな、この唐辛子も美味しい。いや、美味しいわ、これ。しかもなんか作ってたら材料見ても、そこまでなんかカロリーもなくって、うん、ヘルシーな感じがしました。うん、油もそこまで使わないし。美味しい。本当に美味しい。わあ、わかりました、うん。ありがとうございます、先生。ありがとうございます。美味しくできました。美味しく作っていただいて。はい。ちょっとこれ作りたいという方は、来週またあの動画がアップされますので、うん、はい、ぜひ見てください。うん、ということは、で、今日は佐藤先生に教えていただきました。佐藤先生、改めてありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。はい。ふむふむウィンクのコーナーです。このコーナーではタウン情報誌ウィンクの最新号情報をご紹介します。え、今日はあさって発売ですかね。あ、もう発売しているということで、23日ですね、はい、ウィンク広島12月号についてです。はい、12月号の特集は1年頑張った自分へ私に送るご褒美ランチということで、ちょっとリッチな美味しいランチがたくさん載っているということなんです、うん、はい、お便りも来ております、はい、小西木と同級生さんからは、はい、さてウィンク12月号拝見しました、うん、ありがとうございます。ご褒美ランチ特集があって嬉しくなっちゃいました、うん、というのもつい先日、うん、三原市の瀬戸内、醸造所でランチしてきたばっかりなんです。お、はい、美味しかったです。特に気に入ったのは、瀬良さんの鹿肉のカツレツ、うんうん、臭みなど一切なくて感動ものでしたよ。これからの大掃除に向けての前倒しご褒美ランチでした、うん、最高でした。いいですね。ちょうど本当その瀬戸内醸造所さんにあるレストランのミオさん、はい、うん、紹介してるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。そう、私もこれ本当に嬉しいなと思うのが、うんうん、いける価格帯なんですよね。ランチだから、ランチなんでね、ちょっとね、お手頃にね。そうなんですよ。ご褒美とはゆえっていうね、これからちょっと物入りもね、はい、ありますし、はい、でもちょっと贅沢ができるということで、うん、さあ今回おすすめしていただくのはその中でも、はい、テイクアウトができる、そうなんですよ、お弁当ご褒美ランチということで、そう、初めて、今までももちろんご褒美ランチのね特集をしてきたんですけど、うん、今年は初めて、やっぱこうね、ご時世的にももうとはいえやっぱ家でも楽しみたいわっていう人もねたくさんいらっしゃると思うので、はいはい、うん、そのテイクアウトのお弁当の中でもよりちょっとスペシャル感があるあの牛肉弁当と和食のお弁当をピックアップして紹介するんです、はい、するページを設けております。いや、ここ見ると、うんうん、これは心躍るわっていう感じで、牛肉弁当とかステーキ弁当がずらーっと並んでるんですよ、うん、はいはい、でその下に豪華な和食弁当が並んでて、うん、そうなんです。これはちょっとときめくなって思うんですけど、うんうん、ちょっと牛肉弁当ってか、はい、牛肉弁当って言っても一口に言ってもこんなにいっぱいね、ね、広島県内にあるんですね。そうなんですよ、もう名店ぞろいなので、うんうん、ちょっと中でも、はい、椿さんのおすすめ教えてもらえますか。ですね、まず最初にあの焼肉ふるさとさん、ここね、いや、ここ
はい、なんかお肉の種類がたくさん。そうなんですよ、ダンバラ本田さんを、はい、今回紹介させてもらってるんですけど、はい、特上塩焼肉弁当が2808円で、うんうん、3種類これ、しかもお肉があの最高級ブランドのあの榊山牛のお肉を3種類食べ比べられるというので、はい、1つが上タンで、うん、1個サーロインステーキ、あと上赤身、へ3種類楽しめます。おめちゃくちゃ厚切りが入ってる、ね、しかもお肉絶対美味しいじゃないですか、そうですね、間違いない、うん、いやこれあのオンラインショップからも購入できるということで、そうそうそう、バーコードがこの雑誌に載ってるんで、うん、ここからちょっとアクセスできますね、はい、そうこれ以外にもね焼肉弁当いろいろとあるんで、あこのふるさとさんですか、そう価格も幅広く1000円台ぐらいからあるんで、そうなんですね、うん、ちょっと覗いてみるのいいかもしれませんね、ぜひ見てみてください、はい、ちょっともう一個焼肉弁当、もう一個ですね、あのまあ、うちの事務所のすぐ隣にあります、うん、アナクラウンプラザホテルさんの、まあ、私毎日通って通っているアタゴ、毎日行ってるのかと思ってびっくりした、行けたらいいと思ったら、そうですよね、そう毎日通っています帰りに、ね、そう帰りにいい匂いするなと思って通ってそう何のプラス情報でもないけどただ通ってるという、 そこのあのお弁当なんですけど、うわこれも美味しそう、瀬戸内牛ステーキ重あたご、はい、なんですけど3000円、はい、あこれ私以前、うん、はい、あの去年なんですけど、あのこれ今のではないんですけど、同じくそういうテイクアウトのお弁当ステーキ重出されてて、うん、それ買ったんですけどめちゃめちゃ美味しかったんです、うん、それのちょっとリニューアルしたバージョン、ね、ということなんですね、ちょっとバージョンアップされてます、うわそうですか、うんうん、3000円で1日40個限定、はい、前日の17時までに要予約、はい、ということですね、うわ美味しそう、これまだ赤身のそうですね、肉が乗ってて美味しいですよ、間違いないですね、上にちょっとガーリックスライスですか、うんうん、が乗ってて、そうそうそう、中身も美味しそうですね、そうなんですよ、うん、これあのお肉とご飯の間にちょっと醤油とみりんで甘く炒めたこう、あしかも淡路島産の玉ねぎがこうちょっと挟まってるっていうね、はい、淡路島産の玉ねぎ美味しいですよ、そうですよね、うん、私の地元ですけれども、ね、そうですね、うん、すごく大きいです、はい、これ醤油あの、うん、タレもニンニク風味のわさびバター醤油のソース、うん、付け合わせの野菜などと一緒に召し上がれということで、はい、うわねえちょっとねえお昼にね聞くだけでも美味しいですね、はい、ということでちょっと、はい、焼肉とか和牛、はい、弁当はこの2種類も、うん、他にもいろいろ載ってるんですけど、はい、2種類おすすめということで、はい、和食弁当は何かおすすめありますか、これですね、あのページでドーンってこのタイトルのページにも入っている、うん、あの日本料理の梅本さん、梅本さん、はい、梅本弁当って2160円でこれもあの前日までに要予約なんですけど、はい、これがもう何でも見ただけで分かるんですけど、こうアーティスティックな飾り切りになっていて、うん、こう動物っぽいものからこうイチョウとか色々ほんと幅広くいろんな、すごいですね、はい、だから2段のお重になってて、うん、ご飯の方とおかずの方があるんですけど、うん、このおかずの方が、はいはいはい、一口大のおかずが20種類から25種類入っていて、でなんか盛り付け方がすごい綺麗というか、ね、そうなんです、華やかですし ねうさぎがお月見してるみたいな感じの絵を、そう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 、この食材で描かれてるんですよね、はい、であとはあの和牛のローストビーフもしっかり入ってますし、あとここがそのあの三好 の契約農家のコシヒカリを使われてるんですけど、はい、これあのお弁当の受け渡し時間に合わせて鋼で剥がれてるんで、へえすごい、もうこのご飯もすごい美味しいですよ、はがまで焼いたお米は美味しいですよ、うわちょっとこれは食べてみたいですね、うん、ですよね、迷うな、ねえ、ねえ、もうどれもこれも食べてください、全部ちょっとねえ市内というかアクセスしやすい場所にあるので、うん、はい、ああちょっとぜひ皆さんも、はい、このウィンク広島12月号ですね、そうですね、をチェックしてお弁当、はい、頼んでみてはいかがでしょうか、はい、ウィンク広島12月号は現在書店コンビニで販売中です。さあ今日の冬の準備ですが、うん、はい、あのオープニングのお話を受けてお便りが来ておりまして、うん、はい、バナナの神様さんから、うん、はい、こんにちは、
秋に彼女ができました、うん、おめでとうございます12月上旬の彼女の誕生日と、はい、クリスマスのプレゼントをずっと悩んでいましたが、クリスマスコフレ調べてみます、うん、めちゃくちゃタイムリーな情報でありがたいです。ちなみにお二人は付き合って初めてのクリスマスにもらって嬉しいプレゼントはありますか？大変だな、バナナの神様。12月上旬に誕生日と下旬にクリスマスがあるってことでしょ、うん、それぞれ別々渡すってことですかね。いやまあそうですよね、それそうか、秋にできた彼女なんだから、それは渡すか、それぞれ別々だね、渡しましょうでクリスマスにクリスマスコフレかな、いいかもしれないです ね。でもちょっと早めにやらないと売り切れちゃうかもしれない、うん、そうか、じゃあ誕生日がいいかもね、かもしれないですねえ、何ですか、なんかもらって嬉しいプレゼントあります、うんうん、何、私意外と、うん、あの手袋はつけない派だったんですよ。でも、うん、手袋もらったらもらったで使うから嬉しいなって思います。あー、なるほどね。なんか温かいし、うん、もう分かんないけど、うん、ま、もらったら、うん、その人に手を温めてもらってるみたいな感覚になるんじゃないですかどうでしょう、バナナの神様さんなるほどね。マフラーとかも、ね、マフラーいいかも、うん、マフラーは本当にいくらあってもいいです、ね、そうね、ファッションに合わせて買えるし、うん、でもそれで言ったら手袋もね、いろいろあってもいいかも、うん、そうですね、うん、あ、手袋、マフラーはもう定番ですよ、定番かも、うん、マフラー嬉しいな、うんうん、あとはリップとかコフレじゃなくて売り切れてたら化粧品でちょっといいリップ、口紅とか、うんうん、あと、ね、ネイルとかちょっといい、自分じゃちょっと高いネイルって買いにくいけど、そうですね、もらうとちょっと嬉しいかも、はい、いずれも彼女が必要としてたらっていうことですよね、見極めてください、そこは私たちのね、ただ欲しいものだけ立ってますからあとはですね、はい、冬準備、うん、ラジオネームたまごさんからは、はい、この時期は美味しそうなクリスマス限定のケーキの案内がありますよね、うん、食べたいなと思いつつも一人でワンホールは多いよなと諦めてしまいます、うん、なので私はお気に入りのパン屋さんのシュトーレンを買ってきてクリスマスムードを味わっていますよ、うん、確かにシュトーレンいいですよね、確かにいいかも、薄く切って熟成されるごとに美味しくなっていきますから、そう、あれってね、あのクリスマスまでを楽しむものらしいんですよ、クリスマスケーキはクリスマスに食べるけど、うん、クリスマスを、ま、待つ、ま、間に楽しんでいくものらしいです、なるほど、そう、そっか、じゃあ、うん、シュトーレンをクリスマスまでに食べて、そう当日はちっちゃいケーキをね、そうそうそう、一人用のケーキ買ってきて、そうですね、ちっちゃいホールもね、うん、最近あるんでね、そうですね、うん、いいかもしれない、いいな、クリスマスにクリスマスケーキ、いい、ね、長いこと私は頼んでないあミュージックソンがあるから、あ、そっか、仕事ね、そうなんです、それも幸せなんですけどね、うんうん、あとはですね、はい、散歩は散歩さんからは、はい、今年はバイトを辞めたから暇がいっぱいあります、だから準備というか、はい、倉庫から出してきて、うん、燻製の道具をきれいにしました、はい、キッチンでもできるんですが、うん、とにかく暇なんで、うん、何でもかんでも外で燻製にしたいと思っていますチーズとかちくわとか釣ってきたイカとか、ああ美味しそう、はい、時間がある人はおすすめですよ、うん、燻製いいかも、うん、燻製楽しそうですね、楽しそう、でも自分でやるのは確かに、ね、なんか匂いがつくしとか、うん、休みの日じゃないとやらないかもしれない、そうかも、やってくれるのはいいですね、うん、やっていい、そうですねやってくれる人がいたらいいかもしれないけど、いやでも、うん、何でも美味しいですよね、燻製って絶対美味しいし、あと掃除もしなきゃダメなんだなって思いました、あ、そうです ね、大掃除とかもあります、はい、この後も冬の準備で、はい、お待ちしています、お送りしたのはなにわ男子ウブラブでした。若い曲ですねキラキラね、キラキラしてましたねもうすごいみんなでキャッキャ言ってましたよ、なんかもう曲かかった瞬間に声が若いなんか可愛いって言ってましたもん ね、みんなでね、さっき、うん、バナナの神様からお便りもらったじゃないですか、うんうん、まあ秋にできた彼女さんと、はいはいはい、うん、冬過ごしてマフラー巻いてあげたりとか、うんうんうん、そういう風なことしてる時に、うん、頭の中でこういう曲が流れるんじゃないかなって思いました、ね、ぴったりだね、ハートなってギューとなってそうギューって言ってほしいね、ね、今もだよってあーなんかもうなんか今ね私たちイヤホンをしながらはい、はい、この自分の声とか曲とか聞いてるんですけど、うん、なんか耳元でキューンってなりました、うん、こういうことつぶやかれたらなんかこんなに盛り上がっとったんかっていうぐらい裏ではキャッキャ言ってましたねそうですねこれ初、初
初心ラブと書いてウブラブっていう風に読むそうで、うんね、PV とかも見たら、うんうん、めちゃくちゃピンクの衣装を身にまとって、何男子の皆さん、ね、一時すごいテレビに出てたから、うん、いつも、ね、ピンクの、ね、衣装がキラキラした感じだなと思って。あ、そっか、うん、いやいいですよね。ちょっと応援したくなりました。さあそんな中ですね、はい、今日は冬支度ということで、うんはい、ラジオネーム乳母車のやしちさんからは、はい、冬といえば、うん、先日庭先の、庭先で採れた野菜をメインに鍋物をいただきました、うん、我が家の鍋は水炊きがメインで、うん、鍋物としていただいた後に具材のエキスがたっぷり出たところをカレーやシチューおでんといった別の煮込み料理としてリユースするのがいつものパターンです、はい、なるほど。今回は、大根をふんだんにフューチャーしたおでんを作りました。とっても美味しかったですよということで。なるほど、鍋が美味しいもん ね。そうですね、そうですね、私も最近、うん、実は中根先輩から、うんうん、家庭菜園というかベランダで採れたブロッコリーをいただきまして、中根さん今家庭菜園でブロッコリーを3株育ててるんですよ、うんうん、そのうちの1株をもらって、お、すごい太っ腹。こんな嬉しいことないじゃないですか。太っ腹ですよね。3つのうち1個でしょ、だって3つのうち1個入れたんですよ。めちゃくちゃテンション上がって、うん、で、うん、ミルフィーユ鍋っていうのを作ったんですけど、ね、白菜と豚肉を入れて交互にして、はいうんうん、でその上にブロッコリー乗せて、うん、へで火通してほうほう、これがね、うん、まあ合うんですよ。へ、合うっていうか、まあ、別々に食べるんですけど。一緒に調理したっていうことね。一緒に調理して別々に食べるんですけど、 そのね、豚肉の出汁とかね。そうです、うん、すごく美味しかったです。中根さんありがとうございました。いいな。人にもらった野菜ってなんか大事に食べますよね。しかもちゃんとね、時間かけて手間暇かけて作ったって、うん、育てたってなるとね、余計に。そのブロッコリーは、うん、中根さんが毎朝、うん、ベランダに出て、うん、虫がついてないかなって見て、で虫がついてたら一枚一枚葉っぱを拭き取ってあげて、うん、っていうのをずっとやってきたブロッコリーなんで、愛が詰まってるんです。そうですよね。私ずっと前からもう中根さんすごくキラキラした人だなと思ってるんで。そうです、なんかね、その人が作ったやつ絶対美味しいでしょ。なにわ男子のようにキラキラしてる。そうそうそう。先輩が愛情を込めて育てたブロッコリーだったんで、うん、本当に美味しくいただきました。飾っておきたかったんですけどね、ずっと。それはもう腐っちゃって。そうですね、美味しく食べた方が喜んでもらえる。いただきました、はい、ありがとうございます、はい。あとラジオネームストレートマンさんからは、はい、僕の冬の準備は保湿用のクリームなどを買っておくことです、うん、この時期は肌が乾燥しやすい上に、家で食器洗いの毎日だと手に赤切れができやすいんです、うん、僕はワセリンが含まれたものをこまめに使っていますが、ここ数年は赤切れもほとんどできていません、うん、やっぱりこまめに継続するって大事ですね、うん、うん、そうですね、わかります、わかります。今すごいね、手洗いとアルコールもすごいじゃないですか。そうなんですよ、ね、めっちゃ手荒れするから、はい、私もトイレに行くたびに、まあ、必ず石鹸使って洗って帰ってきたら絶対ハンドクリーム。おー、そうですか。毎回使うから減りが早い。いや、私そこまでこまめじゃないんですよ、うん、なんで本当に日々カッサカサなんですけど、うん、カッサカサ。まさに、うん、今日のこのチヂミ、スンドゥブ海鮮チヂミを作るときに、うん、スーパーで牡蠣、うん、とタコとイカと、うん、あとエビを買ったんですよ、うんうん、はいはいはい、全部ビニール袋に入れるじゃないですか、買ったら漏れないよね、はいはいはい、でそのビニール袋をだから4枚、うん、入れるときに、うん、ビニール袋の上を開けられなくって。ちょっと待って、おばあちゃんの話でしょ。ちょっと私にとったらさ、あれよく聞くけど、本当にあ、ダメだと思って、そこで5分ぐらい一人で格闘して。でもなんかピロピロピロってお水つけるやつあるじゃないですか、うん、手に、うん、あれは絶対使いたくないんですよ。わかる。でもしかも今特にね、ご時世的にないとこも多いでしょう。あ、そうですね、うん、でも消毒液入ってるところもあるんですよ、うん、中に。そっかそっか。だからすごくいいなと思うんですけど、消毒液か、自分の意思です。ただそういうことか。使いたくないんです。子供の頃のなんかね、ふっくらした、うん、しっとりした手のままでいたいっていう自分がいて、うんうん、すぐできるみたいなね。そう、まだ親に頼まれて開けてあげるみたいなね。そう、まだそれがしたくって。私はそれは使わないっていう意思があるんですけど、るわ。ちょ、5分ぐらい格闘しながら自分で寂しい人間だなと思いながら、しょうがないね、買ってました。ハンドクリームつけてくださいね、はい、そうですね、ハンドクリームつけてたらこういうことにならないかもしれないですね、うんうん
あとはですね、はい、タカブランカさんからは、はい、玄関前の植物たちの冬を越す準備始めていますよ、はい、食べたアボカドの種から育てて大きくなったアボカドは寒さに弱いので、鉢ごとガレージの隅の風が、うん、あ、隅の風が当たらないところへ移動させました。折り鶴蘭はベランダへ、木の箱に入れて上からビニールをかけて寒さ対策。枯れ始め出したホウキグサはそろそろ刈り取って新ホウキを作ろうと思っています。すごい、ホウキグサ、ホウキ作れるんですね本当にね、すごい、本格的、アボカドとか、そう、一回それこそ清郎さんの、あのおばあさんかな、おばあさまがほうきを作ってらっしゃって、それをあの私のブツブツテレビのブツブツのコーナーでちょっと出してもらったんですよ。で別の方の必要なとこのもとへということで、メルカリで販売したんですけど、そのほうきも、なんかもうほとんど一生ものっていう風にセイローさんおっしゃってました。めちゃくちゃしなるいい竹らしいから、これは竹ほうきだったんですけど、手作りのほうきって長持ちするらしいですよ。いいな、そういいですよね、一生ものってなんかいいですね、大事に使わないと、大変ですね、でもアボカドとかも多分南国の食べ物だから、本当寒さ苦手なんでしょうね、すごいな、みんなちゃんと手をかけてね育ててるんですね。種から育てて、ね、水につけておいたら種からピューッと伸びてくるんですよ。そっかそっかそっか、そうすごい、それをやろうと思うのが尊敬です。はい、さあということで今日は冬支度でお待ちしています。淵上咲の気になる話、このコーナーでは世の中にあふれる無数のトピックスの中から私淵上が気になるものをピックアップ。今日ピックアップしたものはこちら、吉羽の名物ルバーブ。さあ今日取り上げるのは、ルバーブというものです。はい、はい、これ椿さん、ルバーブってなんだか想像つきますか？なんかね、聞いたことあったんですよ名前として、はいはい、けどなんだっけ、それなんだっけってすごい思いました。確かに聞いたことある方は、雑誌作ってらっしゃるんで。そうですね、吉羽ですね、そしてね、あ、そうですね、そうそうそう、吉羽の、で育てられてるんですけど、実はこれ野菜なんですね、はいはい、はい、今週ですね、私が担当する今生のコーナー、はいはい、ぶつぶつのロケで、廿日市市吉羽に行ってきました、はい、うん、でそこでアイリーファームという農家さんで、ルバーブの取材をしたんですよ、このルバーブ、はい、一体どういうものなのかというと、はい、見た目はですね、こんな感じです。あ、はー、なるほど、あ、本当にこう葉っぱ、そうです、ですね、なんかほうれん草みたいな、今ちょっとね、あの、絵を見てもらってるんですけど、なるほど、なるほど、ほうれん草の茎が赤いバージョン、すごい赤い、めちゃくちゃ太いんですよ、この茎が、これがルバーブなんですけど、まあ、どんなものかというと、ルバーブ、イギリスなどでは昔からよく食べられる食材ということなんですね、シベリア原産の野菜なんです。で、古くから漢方などによく使われる野菜の代用っていうものがありまして、この代用を食用に改良されたものがルバーブ、食べやすくされたものがルバーブということなんです。代用なので本当に漢方でもよく知られているように栄養がたっぷり、腸内環境を整える食物繊維がすごく豊富で、あとカリウムとかビタミン C、カルシウムも含みます。すごい、たっぷり、はい、栄養素たっぷりの野菜ということで、今じわじわと注目されつつあるということなんですね。で、葉っぱは生で食べることはできません、なので茎のあの赤い部分を食べるんですね。茎は生でも食べられる、茎は生でも食べるんですけど、まあ、生ではあんまり食べないらしいです。加工するってことですね。そうですね、で私実際に吉羽に行った時にロケで食べてみたんですけど、ちょっとどんな反応をするかっていうのは、ぜひ放送を見てください、はい、12月14日のブツブツで、なるほど、これからですね、はい、放送します、はい、で味はどうかというとですね、これ、独特の酸味があって、レモン汁を薄めたような感じなんですよ。これ生で食べたらへえ、はい、うんうん、で、ま、茎は繊維だらけです、
まあ、結構筋がバーって通ってて、でこれがまあ食物繊維ということで、はいはいはい、食べ過ぎるとお腹を壊すこともあるという、そんなに緩くなることもあるというぐらい、うん、食物繊維が豊富なんですね、はい、嬉しいですよね。嬉しい。で甘さも少しあるため、なんか果物のような感じ、まあ、でもどちらかというと酸味が強いかな。酸味が強い、うんうん、で収穫期は初夏と秋の霜が降り始めるまでということで、年に6ヶ月ほど収穫できる時期があるんですね、はいはいはい、でこれそばと一緒のタデ科で、うん、オープニングでも話したようにこの夏のちょっと涼しい時と秋に取れる、うんうん、同じですよね、うんうん、ということなんですね。で今は収穫時期ちょっとギリギリ過ぎてしまったということなんですけど、うん、暑さに弱く冷えて涼しいところでよく育つため、この吉羽の気候にぴったりということで、吉羽のアイリーファームさんが、そう今育てて結構ね加工品とかにもして売り出してるんですよ。瓶詰めのねものとかね。そうなんですよ。で私は生の茎にかぶりついたんですけど、はい、生で食べることはほとんどありません、ね、はい、煮込むと繊維がトロトロになるんで、うん、なのでジャムとかタルトによく使われてて、あ、まあ、果物みたいな使われ方かな、なるほどみたいな。ジャムになるってそうですね。そうなんですよ、うん、で私が好きな近所のお菓子屋さんとかでも、うんうんうん、実はルバーブのタルトとかケーキ、あ、そういうので見たことあるのかな、販売されてることが結構あって、でその時、うん、そのロケに行った時にアイリーファームさんに、うん、ここでもなんか売っててみたいなこと言ったら、あ、それこううちのルバーブですみたいな感じでおっしゃってて、なるほど、まあ、結構いろんなところに出されてるんだなっていうふうに思いました。ということで今日はですね、はい、そのルバーブを食べてみたいなと思います、はい、まずですね、今どんな加工品を出されてるのかというと、はい、ハーブティー2種類と、うん、はい、ね、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。なんか色綺麗ですね。そう、エルダーフラワーとか、うん、あとレッドクローバー、オレンジフラワー、ルバーブ、バイオレットフラワー、レッドローズっていうカタカナばっかりのおしゃれなものが入ったハーブティー。これは紅茶、あのお茶に浮かべると花がパッと開いたような感じで、うん、とても綺麗なんだそうです。なるほど。とかレモングラスが入ったすっきりした感じのハーブティーになったりして、うん、とあとはディップソース、ルバーブのディップソース出てるし、あとはですね、はい、ジャムとピクルスもあるんです、うん、ピクルスね、はい、すごい興味津々です。このピクルスで結構ルバーブの味分かっていただけるんじゃないかなと思うので、そうですよね、ピクルス食べてみますか、うん、じゃあ椿さん、はい、どうぞ一個食べてください。へえ、あ、赤い、うわ、そうなんですよ、それ茎の色、こぼれたこぼれました。へ、赤色、茎のとこなんですね、だからね、茎のとこです。いただきます。はい、どうぞ。んどうですか、ちょっと私にもください。うん、私もね、これ生でしか食べたことないんで、加工品は食べたことないんですよね。いただきます。おい、あ、でも美味しい、すごい、あ、美味しい、美味しい、ないですね、あんまり全くなくて、うん、なんて言ったらいいんだろう。ちょっとなんかピンクの、うん、ピンクペッパーっていうんですか、これのおしゃれな風味がして、そう、なんかね、あの、そう、食感、これは食感というよりもこうすぐ口で溶けるというか、うん、トロトロですね、うん、そう、トロトロ、あ、生で食べた時ね、こんな感じじゃなくって、すっごい繊維があったんですけど、うん、ピクルスめちゃくちゃトロトロで美味しい、美味しい、すごい美味しいですね、うん、これなんかカレーとかの添え物にしたり、うんうんうん、なんかそういう風に使ってもいいということで、あ、なるほどね、お酒のおつまみとか合いそう、お酒に、なんか後味すっごいスパイスの香りがして、うん、超おしゃれ、うんうん、お酒に合いそう、これすごく、これいいな、うん、ちょっとなんか、なんだろう、清涼感もありません、ミントっぽい感じの、あるあるある、なんでだろう、これはなんか入ってるものに秘密があるのかな、うん、あ、でもですね、ルバーブ、ワインビネガー、砂糖、オリーブオイル、塩、あと香辛料、あ、全然、あ、じゃあやっぱりルバーブ自体から出てるものが多いのかも、なんかすごい爽やかな味、爽やか、後味がすごい、うん、こう変わってるな、めちゃくちゃ美味しいです、美味しい、ちょっとじゃあ次ジャム、はい、あ、ジャムね、パンを用意したって、はい、ジャムも、うん、どんな味するんだろう、ね、よいしょ、じゃあちょっとパンにつけて、はい、椿さんにお渡ししますね、はい、ありがとうございます。あ、結構トロトロというか、トロっと粘り気がある、これは繊維なのかな、結構、しかも結構のせたかぶりつけます、
うん、いただきます。いただきます。あ、繊維がすごいな。いただきます。うん、おいしい。なんかね、甘酸っぱい。すごいめちゃくちゃ甘酸っぱくて美味しい。甘酸っぱくて、なんかこのルバーブの、その繊維が程よく食感が残って、うん、うん、あ、繊維って言っても全然硬くなくって、うん、全然トロントロンの、トロトロ、なんかこれが、うん、なんかとろみを出してくれてるみたいな、うん、繊維が、うん、そうそう、めっちゃ美味しい。美味しい。え、びっくりしました。私生で食べたら本当に正直美味しくなかったんですよ。なんでびっくり、ここまで味変わるんだ。美味しい。これジャム、うん、当農園で採れたルバーブの赤い部分だけを使って、北海道産の天才糖と、うん、広島県産のレモンと一緒に煮詰めたプレミアムジャムです、うん、レモンがの酸味がまた効いてるのかも。そうですね、うん、レモンとあとルバーブの酸味も効いてますね、うん、であと食感がすごく好き、このトロンとした。これめっちゃ美味しいわ、私好き。おかわりした。でも本当に美味しい。うん、なんだろう、あとこの、うん、ちょっとなんかミントっぽい、なんかそれ多分ルバーブの、さっきも思ったから、ルバーブのあれなんですかね、うん、風味というか、さ、爽やか、後味が爽やかな感じですね、うん、うん、いやこりゃ意外だった。それでもってね、体にもすごくいい要素がたっぷりあって、うん、嬉しいですね。いいかも。いやこれはちょっとどんどん出していってほしいですね、うん、吉和から広島全体のちょっと特産にしてほしいですよね、うん、ねえ、ちょっとディップソースもあるんでまた食べてみたいなと思います。そうですね。うわびっくりしたわ、おいしい。生で食べたのと全然違う。よっぽど生が、ね、パンチあったんだよ。ちょっとごめんなさいしちゃいました。本当にそうなんですよ、うん、ということで、はい、今日はルバーブご紹介しました、うん、で作ってるのはアイリーファームさんで、深瀬さんご夫婦夫妻が営んでいて、はい、うん、めちゃくちゃこのご夫婦も面白いんですね。どう面白いかというのは、うん、12月14日のブツブツでぜひご覧ください。はい、ルバーブ商品を開発しながら吉和の名物にというふうに頑張っていらっしゃるご夫婦です、うんうん、で気になる方はですね、アイリーファームさんインスタグラムをされてますので、はい、そのインスタグラムで販売情報を更新されるということです。あ、どこで買えるかっていうのが分かるんですね、はい、なのでぜひ、フォローしてご覧ください。はい、で今は吉和にある山崎 Y ショップ中沢店という、まあ、スーパーみたいなところがあるんですけど、うんうん、はい、そこでハーブティーを購入することはできます。なるほど、はい、で12月になってちょっと中旬ぐらいになってくると全種類置く予定。あそこにね、はいはい、また12月にはオンライン販売も始める予定とのことですので、ぜひちょっとあのインスタグラムチェックされるのが一番早いと思うんですけど、うんうんうん、ぜひ、ジャム買ってみたい。ですよね。美味しかった。これめっちゃ美味しいわ。うん、ぜひ覗いてみてください。はい。いや、ルバーブちょっと新しいですね。新しい発見だ、本当に。ねえ。ねえ。すごい。ちょっと何度もしつこいかもしれませんが、気になる方は詳しい情報とかね、はい、様子は12月14日、ブツブツをぜひご覧ください。はい、以上、口上咲の気になる話でした。チョコラジ、ルーレットの旅このコーナーでは広島県内にある23の市町の中からルーレットによって一つのエリアを決定し、その決まった市町についての情報を集めて広島の魅力を再発見していきます。今週ピックアップするのは大崎上島町。まずは大崎上島町をざっくり説明します。大崎上島町は広島県豊田郡の町、本土とは橋でつながっていないため船でのアクセスのみです。温暖な気候に恵まれているので柑橘の島としても知られ、みかん狩りなどが楽しめます。大崎上島のほぼ中央にそびえる観の峰山は信仰の山として親しまれていて、ハイキングコースとしても人気です。また200年以上続く伝統行事海電馬競争が行われることでも有名です。ということで今回は大崎上島町にスポットを当てますということなんですが、はい、大崎上島町というと、はい、私の中ではあの、うん、ホテル清風館。あ、そうですね、うん、もう島内で一番有名な、ね、昔からね あります。私も取材とかでお伺いしたことありますけど。本当ですか。そう、ね、露天風呂が本当に海、ね、もうめちゃめちゃこう、うん、
何も遮るものがないというか、あ、海にまるで浸かっているかのような、ちょっと高台にはありますけど すごい綺麗で、へそう、私がお世話になったのは、うん、あのバーテンダーさん、あー、いやいやいや、で田村さんという方がいるんですけども、うん、結構ご年配の方で、うん、すっごく有名な伝説のバーテンダーさんというふうに言われていて、東京の帝国ホテルで40何年間働かれてたんですね。で、まあ、退職されて、定年退職されて、うん、ゆっくりもうのんびりしたところで過ごしたいということで、うん、大崎上島町に来られた、東京生まれ東京育ちの方なんですけど、あ、移住してきたってことですね。そうなんですよ、うん、で、まあ、ホテルでゆっくり、うん、まあ、あの清掃とかして過ごそうかなっていうふうに思ってたら、うん、いやいやいや、じゃあバーを作りますって言って、あ、その方がね、そう、来るからのために、そう、バーができて、うん、バーテンダーとして今もされているという、すごい、首相とかにもお酒を出したことがあるという、すごい方です、で私も取材でいただいたのが、うんうん、瀬戸内ブルーだったかな、うんうんうん、もう真っ青なすっごく綺麗なカクテルなんですけど、瀬戸内をイメージして作ったカクテルで、うんうん、美味しかったです。結構きつめのアルコールがカッときて、そう、すごく美味しかったの覚えてます。とか、はい、なんか島って感じがありますよね。そうですね、そうそう、なんかやっぱ飛島街道、大崎下島はずっとこう橋でね行けますけど、うん、上島だけ橋つながってないので、あ、そっか、そう、だから船で行くから、なんかすごい旅感あるなってすごい思ったの覚えてます、うん、行った時に、うん、ラジオネームマー君さんからは、はい、大崎上島町といえばやっぱり徳盛食堂のチャーシュー麺といなり寿司、ぜひとも食べてもらいたいです。徳盛食堂さんは何回か食べに行ったんですが、うん、昔ながらの風情あるお店で、なんだかアットホームな感じの店内で、その中で食べるチャーシュー麺といなり寿司、絶品です、うん、ね、これ私も行ったことあるんですよ、はい、しかもチャーシュー麺といなり寿司食べた記憶があります。おお、うん、有名なんだ。そう、これね、私もね、うん、え、どうだろうと思って調べてみたら、うんうん、めちゃくちゃ美味しそうなチャーシューが、うん、なんか熱いというか、うんうん、すごいたっぷり入ってる麺が出てきて、はいはいはい、醤油ベースなのかな、うん、そうですね、シンプルな感じなんですけど、ね、そうそうそう、私もここ行ったことあるわ、そう、ね、私も初めて行った時に、うん、その同行してもらったカメラマンさんに、はい、ここに来たらあそこだよって言って連れてもらって、はい、いや、すごい、なんか本当に、ね、昔ながらの、ね、雰囲気の、ね、うん、食堂なんですよね。そうですね、その地元の人がこう集ってる感じのところで、定番なんでしょうね、きっと地元の方にとっては、うん、そうそう、めちゃくちゃ美味しかった記憶があります。美味しかった記憶があります、本当に優しい味で、うん、はい、うん、あとなんかおすすめありますか、はい、椿さん。そうですね、大崎上島といえばもう最近いろんなところでもみかけします、ファーム鈴木さん、牡蠣の養殖をされていて、はい、車エビもされてるんですけど、これが塩田の後の池で、うんうん、作られてるんですよ、養殖牡蠣とか養殖されていて、はあはあ、なんかそう、塩田跡の養殖池の水質とか、なんか独特の特有のプランクトン、はあ、とかでより美味しい牡蠣を育てられるそうなんですけど、そうなんですか。そうなんですよ、へ、牡蠣美味しいです、とっても。あ、椿さんも食べられて、あ、食べました、食べました。でしかも最近新店で、実は次のウィンクで紹介するんですけど、うん、ホリデー食堂さんって大手町に新しい店ができていて、はい、でそこにこの間行った時に、はい、扱われていて食べたんです、ここのファーム鈴木さんの牡蠣が。そうです、しかも生牡蠣だったんですけど、めっちゃ美味しかったです。うわー、うん、そうなんですか。そう、今からの時期いいですね、うんうん、ホリデー食堂さん、はい、新店ですね。新店です、大手町にね、うん、ちょっと大崎上島の味をここで楽しめるかもしれませんね。はい、そうですね、はい、あとなんかあります？ あとですね、テアトリーノさんっていうずっと行きたいなと思っているピッツェリアなんですけど、はい、ここも東京から移住してきたご夫婦が営んでいて、うん、本当に島、いろんな島食材を使ったピザが食べられるという。へえ、そう、どんなピザがあるんですか。夏、まあ、ウィンクだと島の夏の特集でやってるんですけど、その地元のタコを使ったりとか。タコのピザ、そう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 、美味しそう。野菜とか果物も極力地元のものを使われて。へえ、そっか、そうなんですよ。いいな、なんか美味しいものいっぱいありますね、大崎上島町。そうなんです、ちょうど今臨時休業中だそうで、うん、12月2日からまた営業がスタートするそうなんですけど、はい、なるほど、分かりました、はい、うん、他にもね、やっぱり大崎上島といえば柑橘とか、うん、そうですね、あとブルーベリーナッツとかね、そうなんですよね、そう、これも私、うん、初めてぐらいだったかな、うんうん、
入社して新人の時に、はいはいはい、がっつりロケに行ったのがこの大崎上島町で、そう尾道が初めてだったんですけど、うん、その次ぐらいかな、うん、に行ってもうめちゃくちゃなんか美味しいものいっぱい食べて、ブルーベリーとかも、ジャムがもうすっごい美味しかったの覚えてます。そう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 、ジャムね、はい、美味しいということで、はい、大崎上島美味しいものがいっぱいあります、はいはい、この時期サイクリングなどもいかがでしょうか、うん、はい、今日は大崎上島に、ピックアップスポットを当てました。では次回のエリアを決定します。よろしいでしょうか。ルーレットスタート。初海地市。おー、初海地市一回やりましたよね。2回目ですね。うんうん、初海地広いですから、うんうんうん、もう宮島から北まであと私はもう吉羽何回もロケ行ってて、うん、あーそっかそっか、そうなんですよ。今日もねちょうどルバーブの話やりましたけど、はい、めちゃくちゃ仲いいアコちゃんっていう友達もいますんで、うん、アコちゃんアコちゃんご紹介できればなと思います。アコちゃんお店やってるんですよ。あ、お店、あ、そうなんですね。でこのルバーブを売ってる中澤店、うんうんうん、山崎ワイショップ中澤店のお店に、はい、うん、で働いていらっしゃる方、なるほど、あこちゃん、そうです。じゃあ次回ね、はい、ちょっと次回あこちゃんたっぷりご紹介できればなと、どんな方かというのもちょっとお伝えできればなと思います、はい、ということで、はい、次回は初海地についてです、はい、皆さんどんどんお便りお寄せください、はい、さあなんとこの曲がかかっている間に、はい、うん、なんとですね東京から、はいはい、スーパーミキンコリニスタ主演の高山莉子さんがスタジオに遊びに来てくれました。こんにちは、高山莉子です。すいません、急遽お邪魔させていただくことになりまして ねなんでこんな急に来たの。いや、私本当に最近七神咲ちゃんとね、うん、お会いして、なんか本当にすごい大好きなんですよね、うん、一緒に頑張りたいなって思える友人ってあんまり出会えないんですけど、はい、なんかやっぱすごい自分の中でも特別な存在で、広島に帰るたびに絶対会いたくて、うん、今日もちょっと早かったんですよね。これからちょっとお仕事があって、はいはい、時間あるから、うん、私のマネージャーをしてくれてる和田さんとちょっと会いに行こうってなって、急遽か、ありがとうございます。こちらこそです。いや、私もびっくりして、なんか、ね、誰か見てるよね。そう、誰かがなんかねぼやーっとしてるんですよ。そうそうそう、ガラス窓が、ね、ちょっと後ろからなんか誰か、え、めっちゃ見てるんだけど怖って思ったら、そうそうそう、リコちゃんだったの。今からこの後はそう、なんか予定があるんですか。そうなんですよ、ここの流れで告知をさせていただくと、はい、メビウスさんの新曲で贈り物という曲があるんですけど、うん、それのミュージックビデオに出演させていただくことが決まりまして、その撮影で戻ってきました。そうなんだ、はい、うん、多分ほんとトンボ帰りみたいな、トンボ帰りでも明日帰ります。うわ、大変。いや、ありがたいです。で、ね、本当に嬉しい。こうやって広島で仕事するのも一つの目標だったから、うん、すごいありがたいです。そうやって映画をきっかけにしてこうやってつなげてくれる人たちがいるのは本当に当たり前じゃないなって思うから、はい、なんか自分がやらせてもらえるんだったら本当精一杯やりたいなっていう思いで、だってこうやってラジオに突然出させてもらえるなんて、ね、本当に、すごいね、喋ってもらいたいですよ。リコちゃんは出身が五日市なんですよね。うん、そうなんです。さようでございます。すごく近くって。そうなんですよ、ね、お父さんともこの間お会いしましたけど。あ、そうなんです、ね、めちゃくちゃ愉快なお父さんなんですよ。まあ、最近こうラジオとかでも父をこういじっていただくことが多くって、もうお父さんもこう毎日本当楽しそうにしてくれてるのも、でも嬉し、それも嬉しくて、はいはい、きっとこれ今家で聞いてるんですけど、ニコ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 して聞いてると思います。また話題も、ね、また出ましたしね。そうですね。だから今これで女優活動本格的にやってて、うん、はい、なんか頑張ってることとかありますか。なんか最近すごい、なんか改めてこう自分自身と、なんだろう、見つめ直す機会すごい増えた中で、やっぱりなんか自分の思いとか、どういう風に仕事していきたいとか、自分が今後どうなっていきたいかっていう形、なんか明確なものをすごい大切にするようになったし、なんかそれに気づかせてくれる周りの人たちもすごい増えたから、なんかそういうこう出会いとかご縁とか、一度こうつながったものをなんかこう愛に扱うんじゃなくて、ちゃんと大切にしようっていうのはすごい大事にしてますね、うん、なんかありますか、逆にお仕事してて。うん、いや、でもなんか本当日々頑張ってるんですけど、うん、それこそ伝わってます。ありがとうございます。リコちゃんのスーパーミキンコリニスタっていう映画を見て、うん、なんか同じ同世代の人で夢に向かってがむしゃらに頑張る姿っていうのをそれで見たんですよ、うん、なんで
なんかそれで勇気をもらえたっていうのもあって、今このスーパーミキンコリンスタ見られるところは、もうクレが終わっちゃったので、次が来年の1月大分に。あ、大分ぜひ飛行機を飛ばしていただいてそうですね、福岡まで新幹線で行って、はい、ということで、でもぜひちょっとスーパーミキンコリンスタ見てほしいですし、今活動してまだ言えないけど頑張ってることとかもあるよね、そうですね、ありますね、はい、なんで今後の活動はインスタグラムとツイッターを見ていただけたら嬉しいなと思います、はい、ぜひご覧になって応援してください、はい、この後お仕事スタジオRCC 飛び出して行ってくるんですよね。行ってきます。本当に今日この一瞬の時間をお邪魔させていただき、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にまたお会いして、はい、ご飯でも行きましょう。行きましょう、絶対、はい、じゃあちょっとお仕事頑張ってください、はい、行ってきます、はい、行ってらっしゃいませ、はい、ということで登場していただいたのは五日市出身です、スーパーミキンコリニスタの主演もしていらっしゃいます高山莉子さんでした。さあ、そして冬支度ということで、はい、お便りもいただいております。はい、ラジオネームオースの旦那さんからは、ですね、今日のテーマ冬の準備ですが、私はこたつがないとダメなので、家族から、掃除がしにくくなるとか歩きにくいとかブーブー言われながら先週出しました、うん、なるほど、はい、こたつを出すと動けなくなるんですよね、うんうん、またうたた寝をして朝になるということも多々あります。ある、こたつ使いますか？今使ってないですけど、昔やってた時は、うん、絶対うたた寝しません？こたつってします、ね、私出してるんですけど。あ、今もうダメです。え、ダメでしょ、縛られる。なんて絶対ダメでしょ、それ抜け出せない地獄、すごいまどろみを誘ってきますあとはですね、アルルさんからも、はい、冬自宅はまずホットカーペットを買おうかと迷っています。去年は冬の初めに壊れてしまって、空き瓶にお湯を入れて足の冷たさをしのぎました。気持ちかったな空き瓶か。でもペットボトルとかね、なんかこうなんて言うんでしたっけ、貝とか湯たんぽみたいな、湯たんぽ、湯たんぽありますよ、はい、いいですよね、あれもね、そう。いや、でもね、ホットカーペットもなかなか話してくれないですよ。もし家に導入すると、ちょっとそこで毛布とかかけちゃったりしたらね、もう寝ちゃうね。私はね、下はホットカーペット、うん、で上はこたつのダブルパンチなんです。ダブルパンチ。もうね、下から上からサンドされて、やばいでしょ、抜け出せないですね。やばいでしょ。気持ちいいんですよ。あとはですね、宗藤子さんからも、はい、冬の準備ですが、毎年11月初め頃から自宅の庭のイルミネーションを飾っています。うーん、冬は日が暮れるのが早いので夜になるといつも綺麗です。毎年少しずつイルミネーションを増やしていますが、値段が高いんですよね。もう少し安ければいいですが。なるほど、ありますよね、ご家庭でね、一般家庭でされてるところ、お庭とかね、なんか団地とかすごいよくね、テレビとかで見たりしますけど、私も、西脇市出身の兵庫県西脇市に赤根ヶ丘っていう住宅地があるんですけど、そこはもう本当にいろんな家がこぞってイルミネーションしてるんですよ。だから口約束してるの か、あそこのなんか茜ヶ丘に住んだらやらないといけないって縛りがあるのかわからないんですけど、それぐらいこの冬の時期になったらドライブそこで通るといろんな家がイルミネーションしてて、なるほど、ね、めちゃくちゃ綺麗です。でもいいですよね、そうみんなが、ね、集まってそういう風に頑張ってやってくれるとね。そうです ね、すごいお家とかありますけど、一体電気代1日にどのぐらいかかってるのかっていうのを知りたいですよ ね、知りたい、教えてほしいですね。この宗藤子さんどのぐらいかけてるんでしょうか。なるほど、はい、あとはですね、そろそろ初老さんからは、はい、ちょっと変わった私の趣味です、はい、部屋の窓を全開にして寝ること、冬にです、毛布や布団を重ねて重量感たっぷりの寝床で真冬の夜を楽しみます。楽しめるの、何が楽しいでしょ。いや、ちょっとわかるかも夏にクーラーガンガンにかけて毛布をかけて寝るみたいな感じじゃないですか。ちょうどそうなの。あと多分、はい、そろそろ初老さん、絶対秘密基地とか好きな方なんじゃないかな、狭い場所と か自然の感じを味わいたいんですね。いや、なんか狭い場所が好き、狭い場所ちょっと気持ちわかりますよ。そう、私でもそうか、そろそろ初老さん、はい今日は冬自宅でお送りしました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。この後も皆さん日曜日ですが冬自宅進めてください、はい、ここまでお送りしたのは RCC アナウンサーの淵上咲とウィンク広島編集長椿実でした。ありがとうございました。